ゆっくり動く、ゆっくり動いてターンをしっかりつなぐぞ。いいね。ファイトもターンとターンをしっかりつないで次の方向。はい、みそのまだまだポールと自分のスペースがないよ。ポールの真横でのターンになっちゃってるぞ、さっきの。じゃあもっとしっかりポールと自分と距離を取ってターン入っていかなくちゃ。はい、行きます。おー、いいぞ。はい、カノン結構いい感じだよ。その調子その調子、いいぞ。しっかり内向もしてるし、後半の外向も取れてるし、いいと思います。嵐行きます。お願いします、嵐さん。内向はやめてください。ボール抜けてる。知ってる、もうしょうがない。ケツ上がんなくなってきてるぞ。しっかりつないでケツしっかり上げる。本田さん、ちょっとスタート止まってもらっていいですか。ちょっと止めてもらっていいですか。そのまますぐ終わります。はい、行きます。足首も入ってるし、よく動けてていいと思います。その調子。はい、両手です。おい、左側じゃねえ、左外側だ。ごめん、左外側です。両手さっきくらい上下にしっかり動け。ケツはよく上がっててよかった。はい、高岡、全然上下の動きがないぞ。ねえ、お尻も内側入れすぎてるし、しっかり前半はターン方向向いていく。はい、もし嵐がタイム取ったら嵐は DF です。はい、さっき言った通りです。それのことだよ、お前バカ。
何やってるお前は。35両親で両者方向もう一度お願いします。何やってる。終了。だよ、話。あれはちょっと2本目は死んなかったです、あれは。抜けてるポールがちょっと即別にですから。あ、そう。あれちょっと無理です。あのラインで絶対入れない。いや、1本目だな。今日はちょっとゴールができない。上がる大学生たち。2本滑ってここまで来れませんでした、ね、本当だよ、1回も出てこなかった時か。さっきヤバかったな。マジで遅れた。トシキ足元からだよ、足元から。上半身から動き始めてダメ、足元からしっかり返し始めるよ。絶対とっいや、嵐ここまで来てないもんだって。ここまで来ない。なんで俺珍しく来た。終わった後、中腰のままじゃいけません。どうぞ。はい、それまでの、それまでのコートはいくら、何秒だったの。さっきが一番速かったです。なぜ30? 9秒です。光る70。光る面で。はい、どうぞ。一切角立てていかないもん。面とたわみのみ。お父さん、あれは天性だわ。んポール折れてる。折れた。45針にスタート。ルール犯罪だわ。ちょっとスタート一回止めてください。ちょっとだけで大丈夫です。はい、さっき言った通り、上に余ったポールって何かありますか。はい、了解。マサムネ、あの今の感じで腰上げれば結構いいと思うよ、ね、全ターンしっかりケツ上がるように落ち着いて慌てないぞ。はよ。はい、あ、
それがね。はい、頑張ります。もっと動こう。